変えました。はい、頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
アレルギーでございまして、ほんで覆面をしております。で、まあ、シュッシュッと鼻を通るやつやったんでございますけど、まあ大したことございませんのでご心配ないように、はい、さあピンキーちゃんの月の砂漠、これね、もう日本のなんというか、歌謡曲というか歌曲のね、結構原点の、これ作詞作曲誰でしたっけ、加藤正夫さんが、詩人の人が、大正時代、やっぱ大正時代の芸術家で詩人で芸術的な詩を書く人が、そういうんだったらぜひとも書いてやろうじゃないかと言って、もうそこらへんのね、そのシンガーソングライターがちょろちょろと愛の歌を歌うんじゃなくて、もう作るんじゃなくて、もなかなかもう一言一句大変なもんでございますけど、絵も描かれる、絵も描かれる、だからこれ意外とね、月の砂漠はリクエストがあるんですね。そうです、難しいなんですけども、はい、今日リクエストをいただきました。リクエストした人はいないんですよ残念ながら、ね、人情松の廊下をやってくれとか言ってね、いろんな人は今日来てないんです残念やな、今日こそやな、来てなくても気持ちは届いてるはず。そうですね、今日もちょっと後ろにとっても素晴らしいシャツね、もみの木のようなシャツを襟も長いです。もう昔の労働者の町である西成区のね、三角公園、アイリン地区とも言われておりましたけど、あそことね、私がいかに関わったかという話をですね、まあ人がごちゃごちゃいて、もうぎゅうぎゅう詰めで、もう本当にね、今はもう本当に綺麗な町になりましたけど、昔はもっとごちゃごちゃしてね、とにかく人が多かった。その時に私揉まれたわけよ揉まれたの話をいたしましょう。それでは、世界で唯一珍丼の伴奏で歌を歌う青木美香子さんでございます。今日はね、衣装替えというのもないから、はい、あ、そうです、ね、この間のリサイタルは大変でしたね、はい、大変でした。衣装たくさん着させていただきまして、アスライトやつを僕は忘れたりしてね、あなたがパッパッと脱いだやつ、僕はそれを掴んで楽屋に入らなかったんです。マントになってて何も掴まずに引っ込んだ私こういう感じでもう何回も出たやつでしたけど、今日はもう歌の方に、はい、集中して、はい、先日はアイリン地区のですね、庄司先生、
あの鳥取出身の、ねはい、カメラマンの人が、はい、あの写真集をね、はい70年代の、うん、そのアイリン地区の写真集、はい、そ人間模様がたっぷり入った写真集を出されて、ね、あのリアルでまたね楽しいあの写真集、まあ、図書館に行った、はい本屋で置いてあるそうで、書き込みしてお越しでございますけど、はいはい、歌わせていただいて、なしをいただいて、あ、そうや、あの生まれて、なしって言ったら、まあ、ある程度の大きさ、この間ね、その庄司さんというカメラマンの出版披露パーティー、パーティーじゃないし、記念会があって、そこに我々行って、はい歌を歌ったら、もう、マイウェイを歌ったら、非常に感動されてね、はい、それでお礼になしが送ってきた。そう、こんなスイカのような梨、スイカぐらいありました、はい、でこんな大きな梨はよく大味な場合があるんですけど、それがまあ ね, ねみっちりとして、あ、ふーちゃんも食べた、まだ今冷蔵庫にいます。あれね、あの同じで洋梨のような、はい、それからリンゴのような、ラフランスのような味もしましたね。ラフランスのような、はい、あれ1個2000円とかするんだよ、スーカーもね、2000円高いよ、もうということで、はい、いただきました。まあ、じゃあ今日1曲目、はい、何でしたかね。花笠道中。花笠道中。前にあった時から見に行かれたり、そうですね、梅田コマ劇場もよく行ってました。それから神戸の方にも、はい、あそこは集落館じゃないけど、そうです、ね、ありました、劇場がね、あんなところにも行かれて、少女時代の行ってたみたいですよ。だから非常にね
さんのミュージカル映画もみんな見てるから、もうそれをそのイメージで自分の娘を見るから、はい、一番のね、あの批評家としては一番いい。そうなんですよ、今日あんまり声出てなかったねとかね、先週よりマシやったねとか、ああ今日は良かったわとか、ちゃんとひばりさんの歌を歌うとちょっと大変なんですけど、今日ちょっとね、いつもよりキーを下げましたけど、そうですね、まあ、理想はあと半音上げましょうかね。そうですね、まあ、まあうん、ね、真ん中ぐらいがいいかもですね。いいですね、はい、いいやりにくいでしょうか。お願いします。はい、青木美香子さんでございます。よろしくお願いいたします。1981年あたり、昭和56年そのあたりに私がこの大阪の方にやってきて、トピチャの近くの青空宣伝車という陳土屋さんの2階に倉庫がありまして、そこで寝泊まりするようになったんです。電気代水道代がいらないからということで、非常に私はラッキーだなと思って泊まりました。さっき言ってましたネズミもイタチもいました、そういうところで住んでる時にですね、すぐ近くがいわゆる愛林地区の三角公園というのがあるんです。今はもうきれいに片付けられましたけども、その三角公園の周りはずらーっとこの本当にね、終戦直後のようなあの出店が露店が出てたんです。もう本当にね、あのベニヤ板とかそういうもので作られた、はい、ほんでまあ多くはですね、もし取り締まれたらあかんから下に車がついてるんですよ、怒られたら移動もできるようにね。で、その中の一つになんとね、あのカメラ屋さんがあったんだ。カメラ屋さん、カメラ屋なんかもうどこでももっとまともな店ある。カメラの何話とかね、三角公園の南側の入り口のところにね、このベニヤ板で作ったね、畳2畳ほどのカメラ屋さん、それが野村さんのカメラ店、野村写真館。写真館。で、夜になったらこれを全部ロープで縛って。で、僕中に入ったことあるんですけど、中に入るとちゃんとガラスケースがあって、中古のカメラがいくつか置いてある。表には DPE って書いてある。はい、昔はフィルムやから、現像を出してください、プリントいたしますとか言って、でそこへピシッと背広を着てオールバックにした60代の眼鏡をかけたおじさんがおります。その人が野村さんとして、カメラ屋もやってるけど、もう一つの顔が新聞屋の元締めだったんだ。分からんやろ。我々が昭和30年から富山の新聞コンクールというものに行っております。私はもうそれこそ昭和58年か9年から言ってますけど、その時に富山の商工会議所、市役所、実行委員会が最初に大阪全体をまとめて連れてきてちょうだいって連絡があるのは、その三角公園にあるベニヤ板のカメラ屋さんなんです、野村さんが。畳2畳。もともとはあの近くに、もともとは恵比寿工芸宣伝社っていうのがあった。恵比寿工芸宣伝社、はい、ね、そこが受けてたけど、そこが辞めたから。そこの番頭さんでもあった。なぜ番頭さんだったかっていうのは、この2回目の時に喋らなかった。次に出てくるわけですね。かな？かな？かな？そうそう。で、だから富山の商工会所から陳論コンクールで、陳論屋さんを大阪から15組呼んでくださいよって、でそれを一時下請けというか、建築業界で言うと一時受けやな。どうやって連絡するの？その人のお家は、でそこには携帯も何もないけど、夜になるとあそこの労働アイリンセンターの上に市営住宅がある。そこに住んでる。6畳4畳半の夫婦もん。でそれ面白いでしょ。それがあって、でそこから二次下請けに回される。それが伏せにあります、はい、日光宣伝、はい、でそこが実際に陳列を手配して、ほんで、ま、マイクロバスとか、はい、そういうのを仕立てて、はい、それにその野村さんは、はい、やっといてくれよって乗るわけですよ、運転手の後ろの席に行くわけですね、はい、ほんで乗っても
その人すごいですよ。富山に行くまで6時間7時間かかるの。一切眠らずピシッとしてね。で一睡もせず行ってですよ。でお金の集金だけはするんですよ。で、あとは全部ね、その日光宣伝車というのを全部やって、時々あの富山の商工会議の人が、打ち合わせと称して、はい、ちょっと出張と称して、はい、大阪に遊びに来れる、ちょっと接待しなきゃいけない。野村さんはその接待する金がないから、それでその布施の日光宣伝車の方に頼んで接待、接待もやっといてくれる。でもなかなかね、素晴らしい方でございまして、なんとね、もう私が青空に入った頃から富山のコンクール行く前から目をつかれて訪ねて行ったり、 あの人のお店の方にカメラ屋に入って、まあ座りなさいと、一人が入るのがやっと2畳ぐらいしかないんやったら、そこへ行っていろいろ話をしてやっておりました。元はといえばね、東京の方の出身 でずっとね東京弁なんですよ。ほんで東京の人間はさしすせそとはひふへほがちょっと入れ替わったりするんだよ。しとしの区別がないって言います。東西のことをしがしにぎとか、しがしにぎそういうね、面白いこと言うと、俺はもうなんて言ったって東京の青梅の生まれだからさとか言ってね、でそういうおじさんがどういう本当人物だったかというのはこの太田の次にいたしましょう。野村宣伝の三角公園にあるカメラ屋さんの、謎のカメラ屋さんのお話スタートでございます。それではお次はちょっとハードにいきましょうか、清のずんどこ節。写真館というね、もう映画のね、喜劇映画の一シーンみたいですけどね、本当にあったんですよ。すごいですね。
パリッとして、もともとは東京の青梅で生まれて、それでどういう経緯か知らないけど大阪に流れてきた、で流れてきた後何をしたかというと、その恵比寿工芸、恵比寿町にありました看板屋さんのところから、募集があって、サンドイッチマンの仕事が多かった、南に行ったいろんなところに行ったんですけど、それでその人は一工夫をして、他のサンドイッチマンいっぱい多いわけや、プラカードを持つ人とかサンドイッチマンね、で女型で行ってやろうと、もう女でやる人はもちろんいないし、で白塗りにしてもう襟をぐっと食って、どこで覚えたか知らないけど、その方がまだ、20代か30の頃やからものすごく綺麗だったらしい。 あっちの店からこっちの店からもうものすごく引き合いがあって、あなたが宣伝したお客さんがいっぱい来るって言って、こうやってプラカードを持ってこんなことやってたわけ。踊りもされてたの？踊りなんかしてないよ。してなくて、ね、ちょっとお兄さんとかやってた。それでもういっぱいお金が入ってきて、ね、わしが今こうなったのもあの時代の苦労があるからやとは言うね。こうなったのもってこれだけの人物になったのもって言われる。よかったのもあるんだ。でも本当にね、場所が場所であればもう本当にわからない。よくそのパリッとした背広着て、もう靴もピカピカやし、いろんなとこに行って、あの打ち合わせとか行った、もういわゆる詐欺師っていうのはそういう人かもわからない。狭なとこ行け。狭なんて、もうものすごくね、全然とてもそんなとこで店をやってるような人には見えない。そうですか。そういう野村さんでございまして、私世話になって、ね、ある時ね、あの方のプロデュース、まあ、お客様知らないと思いますけど、キングレコードから全国のチンドン屋さんの演奏を LP レコードに入れて、チンドン大行進という70年代に出たんですよ。これはそれを使って店頭でかけてもらったらいい、うん、工場も入れてますとか、東京のチンドン屋さんも何組も出て、大阪もチンドン出て、合同でもやって、その時の取りまとめて東京のスタジオまで連れて行ったのが、キングレコードまで連れて行ったのが野村さん。そうなんですか。だからもう大みんな当時に今日何があるんや、何があるんやって言って行ってさ、そりゃそうやろね。何するんやって言って行く方はそうやったと思う。ぶっつけ本番の録音や。あ、そう。だから東京の方はまだしょっちゅう会ってるけど、大阪の方はね、みんな角突き合わせたり初対面とかあるから、なんか最初から最後まで三味線の調子が合ってない人とかね。最後までちゅうのがいいよ、ね、そんなんでる。でもそれは中年の雰囲気があるって言った。ちょっともう聞いてください。ライナーの時は野村宣伝者って書いてある。あ、そういえば大阪そうでしょ。あ、そういうことか。で連れて行って、はい、もう東京にみんな新幹線乗せて連れて行ったら、でも何もあのお金立て替えとか何もないわけや。でもね、送ってもらった、まあまあまあ、でみんな連れて行って、俺がなんせもう銀座で鳴らしたもんだよ、うん、銀座でもサンドイッチマンやってたらしい、うん、だから銀座のこと何でも聞いてくれたまえ、うん、であの三越があるかな、はい、三越にとっても美味しい、ね、レストランがあるから、そこでみんなその時20人ぐらいいるわけ、大阪の銀座、みんな連れて行くからもうわーっと三越入って上の方の階に、はい、ほんでみんなでさ、何が出るかな、何が出るかな、三越でレストランの最高の時代とかって何が出るかなって、ナイフと方法もじゃなくて、そしたら、ただのカレーライスが出てきて、でも三越でカレーライス、でもそれでね、高いわけよ、普通のカレー屋さんが高いわけよ、どうだい、そうホテル食べるの、これが東京の銀座のカレーだよって言って自慢したんやけど、みんな、なんやカレーかとか言って、行った連中はもう、ええ加減なもんでございますね。そういうことで、娘の踊りでございます。I'm not afraid of the dark.
絶好調でね、年末公演の方はこことは違って平野区のデドの方の劇場で、大衆演劇の座長を2人3人と来ていただいて、しかも僕が狂言をつけるんですよ。信じられないでしょ。なるべく楽なのにしといてやって言われて、脚本演出林小次郎と言いながら、まあ、講談浪曲にあるね、大久保彦左衛門旅人気というやつから、なかなかやらない。大衆演劇は絶対やらない。でも昔映画で面白かったですね、大久保彦左衛門メガネかけて、それをね、ちょっと年末がちょっとお笑いで、最後は金貨銀貨がバーッと、振りまかれるようなお芝居と思ってやっております。うまくいくか、今日明日が勝負で勝たなきませんで、まあ、その三角公演にありましたカメラの野村写真館のね、方ですけども、もう時々ね、フラッとね、谷町6丁目のうちの事務所にやってくるんですよ。本当にもうピシッとした、どこの会社の重役さんかなという感じで、ほんで現れて、で林君将棋するやろ、ちょっと やろうかって、するんだろ、 やろうよとか言って、あ、やりますけどって言って将棋をね、将棋盤を出して、でその方とね、1番2番3番とやるんですけどね、まあ将棋の強いこと強いこと、情け容赦もない。僕も割と将棋好きな方で、下手な人よりは強いんですよ下手な人よりはね、勝つんですけど、その人にはもう途中まではまあ、適当に、もう後からはコテンパンなんですけど、面白いのはその時に、将棋を5局やったら、その5局ともの棋譜、第1手が17六歩とか、第2手が84歩とか、そういうやつをね、相手と自分と全部書いたやつを郵送で送ってくるんですよ。ほんで赤鉛筆で、君のここが疑問手だったよと、でまたここの赤鉛筆、ここでもう一頑張りできたんだよとか言って、解説付きで将棋5番だから、もう相当の記憶力、頭もいい方でございまして、もう本当にね、知らないうちにあの世に行かれましたけども、教えをもっとね、昭和20年代のいろんな出来事をもっとね、聞いておくべきだったなと思っておりますけども、こうやって私が喋っていることで供養になるわけでございます。さあ、師走半ばの14日、若い人はもう忠臣蔵も何も知らないんですけども、今日来なかったお客さんで人情町の廊下をやってくれといたおじいさんがいらっしゃいまして、そのために1回目のステージまで、2回目のステージもやります。 A マイナーで積もる遺恨を堪忍の虹で耐えたる長のりも武士には武士の
ね、ネズミは子孫繁栄の象徴やというのでおめでたいいうことで、ネズミが出てきた。そうそう、ネズミがね、はい、鳴き声が中やから、そう、中やからネズミが出てきた。中心ぐらいでね、あ、なるほど。ちょっとそれで考えたんだ、違うなんだ。ネズミやから中心、たまたま、たまたまか。まあ、頭がいいな、やっぱ。頭がいい。先週でこうやったから。まあ、あと続き行こう。はい。で、先ほどは、はい、ネズミの問答、中回し問答の1匹から5匹させていただいたんで、お次は6匹からさせていただこうと思います。6匹から聞かせてもらいましょう。あ、ネズミ6匹とかけまして。6匹とかけまして。はい、あなたが今凝っているものでございます。え、6匹とかけて、私が今凝っているもの。はい、その心は恋に夢中でございます。恋に夢中か、まあ、そんなあんたがね、どんな心を分かるのは夢中かしいということでございます。夢中やけど難しい。それはあんたの言う通りやらな。まだまだいきます。ネズミ7匹とかけまして、え、ネズミ7匹とかけまして、ご飯を入れるところともらいます。ご飯を入れるところ、それアニメーション。はい、その心はおひちゅうでございます。おひちゅう、なるほど、おひつのこと、おひちゅうね。うまいことやりました。ちょっと出てきましたか。出てきた、出てきた。ネズミ8匹とかけまして、ネズミ8匹とかけまして、夜中の12時とときます。夜中の12時、はい、それやりましょう。はい、その心は野中でございます。野中、これはちょっとあまりや、夜中と書いて夜中か。夜中と書いて夜中。十二じゃなくてもいいんやけど。ああ、まあ行きました。ネズミ9匹とかけまして。ネズミ九匹とかけまして。飛行機が飛んでいくところでございます。飛行機が飛んでいくところ。それあげましょう。空中。さ、確かに飛行機は空中を飛んでいくわ。なんかもう一つ静かやね、これは。はい、まだまだいきます。ネズミ10匹とかけまして。ネズミ10匹、はい、近所のわんぱくな小僧の喧嘩ともらいます。わんぱく小僧の喧嘩、それあげましょう。そのところは途中いたろか。途中いたろか、はい、うまいこと考えた。途中いたろか、途中いたろかです、はい、このネズミ10匹とか言ってられません。次、ネズミ100匹でさせてもらいます。ネズミ100匹、こんなに集まったらえらいことや。ネズミ100匹やりましょう。ネズミ100匹とかけまして、なんや知らん風の引き始めともらいます。風の引き始め、はい、それは何でしょうね。ハックチュン。ハックチュンか。そんなちょっと苦しいな。ちょっと苦しいです。ハックチュン、なるほどなるほど。そんな100匹とか言うてられませんね。これはね、次はネズミ1万匹でいかないとダメです。1万匹、えらいな。1万匹言うたらどんだけ陽気なネズミや。あ、ネズミ1万匹とかけまして、かけまして、今日のこの日と申します。今日のこの日と、はい、かけますか。はい、その心は、かけますか。はい、その心は主君の中心蔵の中心蔵、はい、一番中赤穂浪士討ち入りの日でございます。番中赤穂、番中赤穂ね。時は元禄15年師走半ばの14日、江戸の館を震わせて響く声もが流儀老人内閣。一打ち二打ち三打まれ、これを聞いて思わずハッと立ち上がり、先祖伝来俵壇上孔雀の槍を右手に買い取り、あしらゆき揺らせてゆく手は、おまつなこちょう。
ていただきました。あ、それでは、今日の最後の本当でございますけども、はい、花という歌を最後にお届けいたしましょう。青木さんもこれはほとんど初めての歌ですね。これは中国で歌ったことあ、中国で、台湾で歌った、あとタイのフェスティバルでも歌いました。タイフェスティバルで、はい、大阪城で、なるほど、はい、世界で人気のある曲です。はい、花でございます。流れてどこどこ行くの、人も流れてどこどこ行くの、そんな流れが続く泣きなさま
ての